最初新事務所に全然来なかったんですけど、はい、今はもう入り浸ってますね。あの通路を使ってトンネルがあるから、その前はマジで来なかったんですよ。トンネル作ったところで、はいはい、あこんなの作っても全然行き来してくれへんねやって言ってたのが、うん、もうもはや今こっちばっかり、はい、まあ、餌は向こうにあるんでご飯向こうに食べに行きますけど、でももうほんとこっちが好きみたいで、通称ってずっとこっちに珍しい通称って。はい。よいしょ。なんかいいんでしょうね。なんか物がないのも。まあ確かにこんな。あっちはすごいね。うん、雑然と。あれはあれで楽しさもあるやろうけど。ねえ。帽子取ったのにも戸惑わず来てくれるわああ別人と思わない帽子で認識はしてなかったみたいですね。結構取らせてくれるな素材をね、うん、この顔お腹撫でるとめっちゃ好き。はい、よいしょ。あら、ピンポンがくどうぞ、今ね、まだ遅れてるんで、もう入ってます。はい。失礼します。失礼します。今日もね、うん、インタビューをしていただくお客さんたちですね。結構、結構、結構、人はね、好きなんですよ。会長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 。かわいい。失礼します。失礼します。準備があるから、はい、ちょっと早く来ておいてください。ああ、たまたまじゃあそれで、はい、何のあれなんかよくあるんですよ。インタビューらしいですよ。そう、取材とは聞いてます。えらいなんか急に、うん、ドカドカーと大人がスーツの大人が入ってたらなんかねちょっと怖かった。物々しい雰囲気とかありますよね。バラエティ系ではなかったですね。確かになんかかしこまってましたね。広告系じゃないですか、うん、ああ、全く何も知らされずインタビューって知らされないことがあるんですか。はい、別に何の準備もないからコメントに関わってくるんじゃないですか。いや、ほんまはね、はい、でもちょっと下調べするとか。でもこういうお笑いブロスとかも、はい、今回は出てないけど前回多分、はい、がっつりインタビューとかも、はい、ここに来てから分かりますからね。あ、そうなんや、お笑いブロスなんやっていうのほんま、まあそれでようやれてますよ。初見っていうことですね。初見です、はいもう昨日も全然明日2時半っすよねっつって、うん、ああ取材っていう山根さんの会話だけやったんで。ああなるほど。そこでどこか言えたはずなんですけど、もう向こうも言わんしこっちも聞かないし、うん、ああまあとりあえず2時半に来ればいいかっていう。俺はその取材を取ってくれって言われてるんで、うん、あその何かもその取材仕事、はいはい、仕事を密着するみたいなことですね。ああそうなんですね。まあまあまあ、なんとかはなるんでしょう、大体取材って多くても4人とかぐらいですよ。あ、うん、カメラマンとインタビュアーと、はい、まあねまあ、編集の方とか、はいはいはい、雑誌とかってそうですね。そうそうね。匂いますなんか。いや、聞いたらいいんですけど、ね、何なのって言ってこれは、
けど、あそこで聞くのもね、ちょっと悪いですね、まあ、そうですね、相手に。それだって、なんで知らんねんみたいな感じになりますからね。変な感じになりますよね。キングオブコントはなんかもう裏、さらばの、関連F 組入ってますよね、完全ファイヤーサンダーがブクロさんいとこですね、ですよね。あとはあ、ラブレターの、まあまあまあ、まあ仲いいっていうか、ずっと一緒にライブやったりとかしてますけど、まああと同期のジグザグジギとか、ね、あ結構帰り咲き組ですよね、ねえ、おもろそうですよ、確かにね。そんな人らもおれば全問期みたいな、まだ 3,4 年目とかじゃないですかね。誰が取るんだろうな。あ、もう、もう出ないんですか、キングオブコント。まあまあ、森田が出ないといえば出ないでしょうし、出れるんでしたっけ。全然、ただ延々出れます。延々出れますもん、うん、もう一回また出よう、また出ようまた出ますけど、大変そうですよ、出るから準備が、ね、そのあとある程度のとこ行かなかったんですね、もうもはや。まあ、またこれ2回戦ぐらい落ちたらね。そりゃそっちは、それはおもろいですけど。そうなったら、まあまあ、それはね、笑い話には。準決とかでガチでいって落ちたらもう。いやでも準決落ちは全然ありますよ。マジっすか。全然あるでしょ、準決まで行かれへんみたいなのは全然ね、うん、これね、ほんま失礼な話というか、ほんとこんなこと言うとあれですけど、もしね、もし万が一優勝ですって言われて、はい、1000万って言われても、はい、もうそんな嬉しくないですね。いやいや、嬉しいですけど、それはまあまあね、それはもらえるもんなら、それは10年前の喜びと今と比べたら、それは何千分の1ちゃいます。まあそうですよね。助かったっていうわけじゃないですよね。バイトもせんでいいとかじゃないですもん、うん、だって上の僕らがだから出てる時に言うたら飯食えてるような先輩が出てたわけですよ、はいはい、アンガールズさんとか TKO さんとか、別に優勝してもそんな嬉しいないやろうなと思いながら出ましたもん、ね、そうですよね、うん、そうだ、やっぱ掛けプチやから、あれは多分バイキングさんみたいな感じでいっちゃいんですよね。そうそうですね、ちょっと力やって、うん、でまた恨まれるでしょ、そんな奴ら持ってったら、その大切な枠をね、うん、チャンスを、そう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 、ありがとうございます。そんなんも考えると、よし、貴重なお話今聞いてました。貴重な、はい、キングオブコントについてっていう、袋に何の思い出もないよ。まあ、まさにその通りのことその通りのこと、うん、あ、一回向こう行きました。一回行きました、なんかやってましたよ。で、まだこっちでって言われました。はい。インタビューでしょ。けど、内容分かってらっしゃる。内容マジで分かってます。すいません。すごいな。普通か。いきますか。全然出てきます。案件やな、これ。案件の匂いがしますね。まあ、さらばこっちで。で、インタビューされる方はこっちに座ってもらって大丈夫ですか。お願いします。何何すごいですね。まあ、インタビューのことなんですね。そう、動画。はいはいはい。じゃ今日は、まあ、インタビューしてもらうねんけど、まあ、そういうとこも、裏さらばでちょっとこんな仕事も密着してもらおうかっていう感じ、はい、どうぞお座りください。失礼します。はい、失礼します。これはそうでしょう、これは億単位の金が動いてる可能性ありますね。だからまあ、何のインタビューかっていうのは、はい、そう、2人には今日まだ言ってなかったんですけど、まあ俺はニュースピックスまでは行きましたから、ね、そうね、先日ニュースピックス の、はい、動画もありましたけど、はい、まあ、今日お話を聞いてくださる方たちで、聞いてくださる、なんか金でも借りんのかね。でも、はい、一見してこう、はい、何のインタビューか、なんか想像してみると、はい、ビジネス系じゃないの、まあ、なでもビジネス系でもこんな人たちは来ないですけどね。なんだ国のか、あれか、えガサガサ公開ガサ現地取るなんすか。すぐ止めた方がいいね。すぐ止めた方がいい。なになに。いや、ほんま、いや、ほんまビジネス系ぐらいしか。あ、でもカチッとしてはるからね。はい、うん、うん、でも、ちょっとずつヒントを言うと、うん、かちょっと関係はしてますよね。なに、なにとサラバと、あ不倫してますよ。
もしかしてしてたらどうする、しててもええやないか、いいやしててもええ、みんなしてんねん世の中、否定してくださいあれやったら、ね、否定しないって言葉やほんまやめて、なんなんですか、なんかちょっとヒント的なことを、うん、何系のインタビューかという、うん、あそうですね、うん、音楽系、ああそういうことか、まあもうビースティーボーイズ来てます、ね、今日も洋楽ビースティーボーイズね来てます、まあそういうことね、はいはいはい、これなら答えれるんですか、まあライジングサーンも今年フジロックも行きましたからね、うん、っていう感じので、曲も出してますしね俺は、うん、あそうね、メジャーデビュー、はいはい、ありがとうございます、もちろんその辺はお詳しいです、はい、もちろん、あもしかしてあれか、あれクイックジャパンじゃないクジャパン、あっち、そっち系ではない、音楽系、から質問なんか質問してしたいです、なんですぐ教えてくれるのか分からへん、こっちがね、なんですか、いや音楽系、ちょっとコントについて伺いたく、コントについて、はい、何、いや、え音楽やったら、まあ、あれか、うん、ロックとかか、あー、はい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 、だからね、とか、なんかあんのか、まあ、いや、コントに関する取材ですよね、はい、過去のコントについて、コントについてであれじゃないんじゃない、なんか、うん、逮捕される可能性はあるってことですか、それはというと全部実話じゃないですよ、全部フィクションですよ、何ですか別に、な、実話じゃないよな、その犯罪系の仕事、あのコントも別に全部フィクションやんな、臓器売るやつ、臓器売るやつとか全部フィクションですけどね、もう今のうちな、うん、言い訳しとかんと、なんだなんや、そんなコントについて、おえ、俺でお笑いなたりやったらだいぶ俺がっかりするけど、黄色変わり始めましたね、うん、違います、何何のコント、最近あの100万回再生突破されたということで、何、コント、100万再生、何のコントやろ、最近なんか何あげた、もういよいよ袋がもう全く分からへん何や、最近100万いった、いや、コントってそんなもう回らんからな、何や、回った、それこそ臓器は100万ぐらいいってない、いってるね、音楽関係で、あー、トリプル Z、 いや違う、うん、音楽関係で、はい、実はお二方のご職業をちょっといじったこと、うん、あー、やばやばご職業いじったやつ、お前、動くな、あー、そうジャスラックだ、そうです、そういうことか、えぇ、ー、いや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 、怖い怖い怖い、そんなピストル出てくんのかなと思うね、そう、あぁ、すみません、ジャスラックの2人です、あ、すみません、よろしくお願いします、ジャスラックの2人、あら、本当にある会社なんですね俺知らんくて、なんか架空都市伝説のコントやったから、あれ井の頭通り沿いにありますよね、そうなんで、ね、お前は場所まで、お前なんや、お前勝ち込み行こうとしてたんだよ、いや、ないでもないからさ、え、いや、あるのは分かってたんですよ、書いてあるジャスラックって書いてある建物を見たことあった、おおおおおお、そこの社員さん、何ですか、森田も気づくなり、やばって言うんだけど、ジャスラックがあれですよね、曲とかを勝手に使ってたらジャスラックが来て、莫大な請求をされるよ、だからフリーの俺の曲を使えってシンガーソングライターが言ってくるというネタなので、誰もディスってはないですよね、別にね。すいませんね、ちょっと開店準備でバタバタしてます、あ、いえいえ、あ、店長さんですか、あ、そうです、あ、すいません、どうぞ、あ、失礼します、はい、で、どちら様ですか、あ、すいません、今日はね、ちょっと折り入って店長さんにお話がありまして、話、え、はい、まあ、いきなりなんですが、ジャスラックという団体はご存知でしょうか、あ、ジャスラックってあれですよね、なんか音楽のなんか著作権が、なんかみたいな、正式名称、日本音楽著作権協会、まあ、音楽の著作権を守る組織です。ああ、はいはい、はい、実はですね、日本の大半のアーティストがジャスラックに加盟しているんですよ。ああ、そうなんですね、はい、まあ、例えばテレビや YouTube、劇場などで既存のアーティストの曲を使用した場合、ジャスラックにお金を支払い、ジャスラックからアーティスト側に何割か支払われる、そういう仕組みになってるんですよ。ああ、そうなんですね、はい、でね、
こういったお店の BGM もジャスラックにお金を支払わないといけないんです。おお、はい、まあ、もし払わなかった場合、著作権違反にあたり裁判沙汰になる可能性もあるんです。裁判沙汰、まあ、実はですね、先日も、とあるお店が訴えられましてね、罰金300万円だったかな。300万。まあまあ、あれはちょっとかわいそうなとこあったけどね。へえ。でね、店長さん、はい、こちらのお店はいかがですか。うちはあの BGM は全部あの有線から流してますけども。あ、有線から。はい。あ、だったら問題ありません。あ、有線がジャスラックに使用料払ってますんで。あ、はい、あ、じゃあそれなら大丈夫だ。はい。うん、じゃあこれに関しては問題ないと。これに関しては店長さん、実はね、私先週の金曜日にこちらのお店にお食事に来まして。ああ、そうなんですか。あ、ありがとうございます。はい、いやいやいや、はい、その時にですね、お客さんのバースデーサプライズ、誕生日サプライズ的なことをされてましたよね。ああ、はいはいはい、あの、うん、うちはあのそういうのをお客さんから依頼されたら、うん、まあ、あの電気消して、はいはいはい、あの曲流して、うんうん、でケーキをお出しするっていうサービスは、はい、やってます。はい、その時に使用していた曲は、ドリカムの、あれです。あ、あれだ、あ、午前0時を過ぎたら。そうそう、それです、それです。はい、そうか、はい、そうでした、そうでした。それは CD から。はい、それは CD から、まあ、タイミングよく流すっていう感じですね。はい。ジャスラック通してますか。CD から流した場合はジャスラック通さないといけないってことですか。これはまずい。あ、いや、いや、すいません、知らなかったです、それは。すいません、裁判沙汰だけはやめてほしいんですけども、使用料お支払い しますんで、知らなかったんですよ。すいません、裁判だけはやめていただきたいんですけど。店長さん、落ち着いて、はい、落ち着いて。いや、私、ジャスラクの人間ではございませんよ。え？勘違いされている。え？じゃあ、何？じゃあ、誰？は？今日はですね、一つ提案がございまして。提案？ジャスラックにお金を支払うのは煩わしい。でも払わないと裁判沙汰になる可能性がある。だったらジャスラックに登録していない曲を使うのはいかがでしょうか。ジャスラックに登録していない曲。ええ。店長さん、こちらです。中原田和樹よ、サンキューバースデーフォーユー。は？申し遅れました。私、シンガーソングライターの中原田和樹夫と申します。中原田和樹夫、大丈夫だよね。そうですね、まあ、なんかその描写として今回はジャスラックがちょっとね、こうひどいみたいな感じには映ってしまってますけども、立派な会社です。権利を守っていただいてるとかですからね。いや、そうですよね、我々の権利も守っていただいてるのがジャスラックさんなんでね。じゃあ早速、ジャスラックさんのインタビュー、今日始めます。何のインタビューやねん。いや、金なら出しますよ。なんすか。いろいろお話ししたいですね。ジャスラックさんがマジで直接連絡してくださって、ちょっとサラバさんとお話をさせてください。話をちょっと面白そうやったから、まあ、ぜひぜひ。あ、じゃあ、ピンマイクを。もう何でも、何でもかんでも受けるなよ。めちゃくちゃ見てる。めちゃくちゃ見てんな。本物か見てんな。ほんまにあんのかな。ジャスラック井の頭通り。日本著作権、正式名称さ、日本音楽著作権協会。その名前で電話かけてきはったからさ、あ、俺は俺でその瞬間をドキッ、確かにドキッとするよな。うちみたいな会社は。そうそうそう、何何、どれって思うや。いやコント見てってことで、はいはいはい、じゃあもう早速始めていっていただいて大丈夫ですか。何なんこれ。これインタビューこれ、これ何なんこれ。これ撮ったやつを何上層部に見せるの。ね、どこで流れんのこれ。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。 OK ですか。はい、 OK です。コントに関する細かいそのジャスラックの描写っていうのがかなり割と正確な描写が多いなと感じたんですが、うん、はい、っていうのはどうやってリサーチをされたんですか。全部森田が作ってるんですよ。実際ね、正直僕はもうゴーストライターを雇ってまして、ほとんどなんかね、作家が作ってるんで分かんないんですけども、描写、
ジャスラックに登録してない中原田和樹さんの楽曲だったら、はいはいはい、こう、うん、流せますよ、はい、はい、うんうんうん、そういうのはなんか、どう、言葉選んでるな、こいつが、俺が、悪いです大丈夫、インタビューだからいや、だから、もともとはライブとか、お笑いライブとかに、ジャスラックが来て、これ勝手に無許可で使ってますよね、ブリッジの音楽とか、うん、著作権のあるものを勝手に使ってますよねと言って、お金を、払ってくださいよっていう、話を一回聞いたんです、僕が、どっかの劇場の話を、あ、そんなんがあんねんな、危ないなみたいな感じ、今までそんな、なんかそんな知らんかったから僕らは、で、そんなんがあんねんなみたいなんで、確かお店でも実はあかんらしいぞみたいな、っていう話を聞いて、確かお店でちゃんとしないと、そう、ジャスラックに登録してないかなんかの、店はなんか、バースデーソングすら使ったあかんのだぞみたいなを聞いたっていうところからですね、はい、結構そ細かいところまで、うん、その大体そういう話って、うん、聞く方もいらっしゃるんですけど、はい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 、それこそ有線の話とかまで、うんうんうん、ご自身で有線の内部事情がバレてるのかしらなんかご友人にジャスラックの職員とかいらっしゃる、うん、いないです、全然いないですけど有線のやつはどうやったかな、有線、いや多分ネットで調べたんじゃないですかね、それは、はい、有線だったらいいとかなんかそういうの分かんないですけど、はい、うん、はい、これでいいですね。はい、お帰りください。以上でいいですね。はい、サムネに業界最大の闇って書いてあったんですけど、深夜。あれは本当にあの古代広告ですよね。あれは取り締まった方がいいと思いますね。じゃあ俺らね。あれは、いわゆるサムネ詐欺というかね。はい、そうやってこう闇とかつける方が人は見ちゃ。痛くなるっていうのにつけ込んだ、うん、こいつらが悪いですよ、うん、そうですよね、はい、お二人が思ってるわけではな、なんかサムネ詐欺っていうのがもう袋が結構やることなんですよいろいろゴルフ学校とかで、だからそのサムネ詐欺はちょっと申し訳ないなっていう袋の信念で俺らもそこに乗っかってるっていうところではあるんですけど、業界最大の闇とは思ってない、まあ思ってないですね、すいません、なんか闇と書いた方が回るのかなと思いまして、すいません、それは本当に申し訳ないです、はい、でも実際お二人は何ていうの、問い詰めるというよりは、うん、感心して来てはんのよ、うん、感心、さっきのもどうやって調べたんですかっていうのは、うんうん、すごく調べれてますね、おう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 、ありがとうございます、ジャスラックのことをここまで調べていただいてっていうので、うん、なんか、あいつも敵に見えるリアルここでなんか緩めて、なんかそれをまあもっとベラベラ喋ると敗退法みたいになる可能性あるよね自分だけ助かろうみたいな、うん、そうね、あっちがこれで持ってください緩くしといてなんだ、まあ、実際、はい、ほとんど、内容的には合ってる、うん、合ってんねや、はいはい、いやいや、本当に、本当すごくよくリサーチされてる、はい、ああ、ありがとうございます、はい、それと思った反面ですね、うん、何箇所かですね、ちょっと事実を、はい、それを正しくなんだよ、それそれさ、それもうコメント欄で言ってくれたらいいっすはい、俺らに直接言わんでもね、テレビや YouTube、劇場などで既存のアーティストの曲を使用した場合、ジャスラックにお金を支払い、ジャスラックからアーティスト側に何割か支払われる、そういう仕組みになってるんですよ。ああ、そうなんですね。例えば何割かアーティストに支払われてる。はい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 。何割じゃなくて基本的にまあ全額。ああ、全額支払われるんですか。はい、ってことは、ああいう劇場とかでお金払ってくださいよって言って、はい、払ってもらったお金は全額アーティストに行く。そのお支払いしたところから手数料を、まあ、一部いただいて、はい、あ、はいはいはい、その手数料は例えば7割とか8割とか、うん、そういうことではなくて、はいはいはい、大体約 10% ぐらい。はい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 。あ、はいはいはい。そういうことか。営利団体じゃないということ。まあ、そうです。うん、非営利団体。非営利ですよね。こいつももうすぐこっち全然すごいなお前は、ほんまに怖っ、あそこ誤解があったもう四面楚歌やん先ほどお話のあった井の頭通りのあの台も、うん、はい、賃貸なんで、うん、お我々持ち物ではない、別にそれはいいでしょ大丈夫、それはいいでしょ、どっちでもなんとも思わないですよ自社ビルじゃないんやとか思わないですよ、うん、
はい、それから、まあ、もし払わなかった場合、著作権違反にあたり裁判沙汰になる可能性もあるんです。裁判沙汰、まあ、実はですね、先日も、とあるお店が訴えられましてね、罰金300万円だったかな。300万、ほんで、あのさっきから聞いてたら、そのジャスラックっていうのはそんなになんか怖いもんなんですか。いえ、怖いなんてもんじゃありませんよ。え、まあそれでも私は一人でも戦いますけどね。戦う、うん、私には夢がありましてね。夢、いつかジャスラックをぶっ壊したいんですよ。ジャスラックをぶっ壊したい、これは私が幼い頃の話です。私の父はね、地元で小さなレストランを営んでいました。まあ店は小さかったんですがね、味は確かで、結構常連さんで繁盛してたんですよ。しかしそんなある日、悲劇が起こったんです。それは常連さんの誕生日パーティーをしていた時の話ですよ。店のドアがバッと開き、その風圧でろうそくの火がサッと消えた。あ、これ実話やったんや、これ実話これ。そしてあの忌々しい一言が店内にこだましたんですよ。お、全員動かないで、ジャスラックよ。あ、女が来たんや。あ、女が、女ジャスラックが来たんすか。そこは、そこ忠実に再現する必要ありますねえ。ジャスラックのメスですよ。メス、メス、え、罰金1000万円でしたよ。罰金1000万、そっからのね、我々家族の生活は悲惨なもんでした。でもその時決めたんですよ。絶対にジャスラックは許さない、ジャスラックをぶっ壊すってね。あ、すいません、僕はあのある程度でかい団体のことをぶっ壊すって言ってる人怖いんすよ。僕はあのコントの中で、あの、うん、罰金300万円とか、はい、罰金1000万円を取ったみたいな、はい、ほう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 、あの警察とかではありませんので、はい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 、罰金はいただいております。ちょっとはいはい、うん、あ、そういうことしたらダメです。それはだから中原田が脅してきたっていうことですよね。その額を使ってっていうことですから、あいつが悪い、あいつの、フィクションの範囲ということですよね、うん、こっちが事実としては言ってないよっていうことにはなりますよね、はい、でもだから都市伝説では俺はそういうふうには、はいはいはい、聞いてはいたから。まあそうですかね、はい、ジャスラックからすごいお金、うん、店がドンって取られて、うん、店が潰れた店もあるぞみたいな、うんうん、都市伝説ですね、うんうんうん、そういうのはどうなんですか。あのひな壇のあいつ何なんですか。変なひな壇、ひな壇ガヤだけ飛ばしてくるけど、そういうことは本当、うん、あるんですか。ないんですか。まあ、どうしてもそのお店で音楽を使いになる方で有線とかではなく、うん、生演奏をしてますから、でどうしてもその著作権の許諾手続きを得ていただけなくてまとまらない場合は、うん、民事訴訟等になって、あ、裁判になってっていうことですよね、はい、結果としてその損害賠償になるというケースはありますけど、うん、はいはい、ごく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 まれのやつを中原田が言ってたってことですよね。あ、はいはい、それはどのあたりでリサーチ間違えた情報をどこでリサーチ。いや違うやん、ごくごく一部ではあるよっていうことですからね。あ、でもまあ基本的に僕らは多分ネットであの見て、あ、そうなんだそうなんだで、そこの事実を潰していくっていうやり方なんで、ネットの人たちが、ね、そう言ってるからっていうのはあるかもしれないですね、はい、はい、あくまでもそこで儲けようとか思ってはるんじゃなくて、うん、そのアーティストさんとかの権利を守ろうとしてはるんですよね。寄り添うね。寄り添うな、こいつは。そういう団体さん、ね、まあね、うん、そういうことですよね、はい、うん、じゃあコントの構成とかを考えられたのは、うん、もう全部です、ね。まあ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 、それはまあそこはもうしょうがないですね。逃れようはなさそうなんで、そう言いますけどね、はい、うん、やっぱりコントを作りになるときには、うん、そういったこう名誉毀損とか、はい、そういう法的リスクみたいなことっていうのは事前にこういろいろとあの弁護士とかに相談弁護士に相談するんですか。してないから今俺たちは個人でやってるっていうことですね、はい、一応私どもの法務部門で一応相談をしてですね、うん、はいはい、どうなるかみたいな。え、めっちゃ怖いね。え、リアルジャスラックや。いや、ジャスラック。リアル動くなジャスラックや。え、でその別に問題はない、うん、はい、問題はない。ないこともない。あ、だから本当にこれ、はい、ジャスラックさんが怒ってはって、うん、こんなこと言われたら困るねんって言われたら、うん、訴えたら勝てるってことですもんね。
まあ、その内容によって。そうですよね。だからそういうのをちゃんとやらなあかんってことでしょ。もうコントでも。俺の味方は一体誰だよ。もうこいつの味方とは思えない。こんなこと言ってくるやつ。意外とお二方が、うん、さらばの味方というか。ああ、そうなんですね。あ、そうなんですね。だから、はいはい、なんかジャスラックが世の中でいろんな勘違いされてる、なんかちゃんと調べてやってくれて、はいはい、で今回はこのさらばさんを使って、ジャスラックってこんなとこなんですっていうのを、はいはいはい、より知ってもらいたい。ああ、もうそれはもう協力させてもらいます。当たり前じゃないですか。はい。まあ、こっからはもう本当にパーセンテージの問題になってきますね。うん、まあ、そうですね。変わらないでしょ、パーセンテージは。それは、うん、なんか、なんか上に行けそうな気がしますね。以前、動画で、うん、路上でライブ、うん、サックスライブ演奏されてました。はい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 、それこそすぐご覧だったお父さんが、はいはいはい、聖者の更新は、はい、著作権とか意識されてます。いやいやいや、まあそうですね。いやいやいや、聖者の更新確かもう著作権がね、腰切れてますからね。詳、はい、しいですね。そこは、はい、はい、クラシックは結構切れてるやつ多いというのが、はい、聞きますよね。あの中でゴジラも、ゴジラも、ね、まあまあ弾けてなかったです、ね。まああれはまあその、そうですよね、弾けてないよな。めちゃくちゃ下手やったよな、あれな、うん。あれゴジラはまずいやつ。ゴジラはまだ著作権は切れてなくて、ジャスラックで管理させていただいて。ああ、もうええやろ。もうええやろ、誰も止まらんねん。あ、ゴジラ来た。あ、あとはあのブクロさんの演奏技術が、そうですね。そういうことですね。うん。ええ、ちゃんと元歌と思わなかった。そう。ゴジラと、俺らもゴジラという認識じゃなかった。ドゥ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 みたいな。ああ、今のもやばいな。いや、今のもだいぶ下手やったから、あれですけどね。うん、それから、あの、ちょっと昨日なんですけれども、うん、五反田の、はい、サラダバーさん、はいはいはい、うちの、 あの女ジャスラックが、あら、ジャスラックが行ったんですか。こちら音楽のご利用は怖い。いや、大丈夫、してるかな、してないでしょ、してんのかな、知らん、確かしてないと思う、俺してないと思うけどな、行った時してなかったような気するけど、女ジャスラック、あー、横にいてはるか、あ、女ジャスラックですか。あ、そうなんですね。あ、すいません、はい、はい、あ、はい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 、ご報告を、うん、J-POP が、 J-POP が、 J-POP が、でもそれは優先じゃないんですか。はい、優先と、危ない、は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 い、え、何、その、え、優先とジャスラックの関係性って何なんですか。まあ、取りまとめて、はい、ユーセンさんがジャスラックに使用料を支払っていただいているので、はいはいはい、そもそもお店の方が気にしていただく必要はない。あ、そういうことですよね。はいはいはい。これでもさ、危ない危ないな。本当の通り。そうとか、うん。でもそれこそそうやってお店行くたびに仕事じゃないプライベートでも思うとでしょ。これが今どうやってなるか気になるよね。こんな店がみたいな。ユーセンに登録してるわけがない。これがだから、ネタで言うと、うちがあれをニュ、J-POP を有線じゃなくて、うん、CD でかけてたら、これが問題ってことですよね。そうです。これ、すごいっすよね。あるんちゃうの、まあ、ね、年額6000円程度ですので、中原田和樹さん、確か1枚の CD、2000円のところを1800円におまけされてるって言ってたので、はい、枚数で言えば3枚ちょっと分ぐらいですので。あ、そうなんですね。例えばじゃあ古着屋さんとか、はい、ああいうとこって CD かけてるじゃないですか、はい、あれも年6000円、そうです、まあ、広さによるんですけど、はいはいはい、大体のところは年6000円、年6000円でかけ放題ってことですか。はい、はあ、めっちゃ怖いね、ほんまに昨日サラババーに来て、うんうん、サラババーでこうじーっと耳傾けて、うん、客、お客のふりしていって、はいはいはい、途中で、うん、ジャスラック、ジャスラック本当に、あ、バイトのやつはもう意味わからないよ、ね、えってなるやろな。優先ですかって質問されたってことですよね。聞いてきました。ああ、ちゃんと聞いてきた、はい、で優先だと、はいはい、言ってましたか、ちゃんと震える声で優先ですよ。これ例えば生演奏の店、ピアノとかで著作権が、まだ切れてない音源を、音を、曲をかけてる、演奏してるっていうのは、これもジャスラック案件ってことですか。そうなんや。これはじゃあどうするんですか。その例えばサラババーで袋が
ゴジラをね、生演奏で、うまく弾いてたと。この場合はジャスラックはどういう動きになるんですか。はい、より BGM よりかはこう主体的なあの音楽の利用があるので、まあジャスラック案件なんですけれども、 BGM よりか少しこの金額の形態が変わってきて少し高くなる。そうなんや。ほうほうほう。その場合っていうのは店が、事前にちゃんとした店は事前に払ってるってことですか、ジャスラックに。そういうことです。へえ。それはでも俺この間沖縄でね、三振でね、マスターが弾く店があったんですけど、絶対あそこ払ってない。本当にやめたらよ。ビギン歌ってましたよ。ビギンとカリウス歌ってましたよ。教えてください。これはでもどうぞ会社で、うんうん、みんなが働いてるとこに別にその他のお客さんが来るとかじゃなくて、会社で音楽を流してる、それをみんなで共有してるは全然別に OK なんですか、CD から。事務所、その会社の事務所の中とかだったら、うんうんうん、大丈夫です。営利目的じゃないですか。ないから大丈夫ってことですか。あ、みんなで歌うはどうなんですか、会社の中で。いや、店で。店で、うん、店員さんが、うん、なんか、ストレートでなんかね、もう飲んで、なんか、ちょっと歌おうぜみたいな。そうそうそう、うん、お店の方のその完全な仕切りではなくて、偶発的に生じるそういった歌唱であれば、うん、はいはい、それをこう、うん、実際に許諾していただくってことは、それは大丈夫なんや。はあ、口笛は、あの口笛か、あのギターかっていうことではなくて、うん、その口笛もそれ自体売りにしてるお店であれば。はあ、あそういうことね。口笛奏者の方ならってことです。よく言われるんですけど、風呂場で口笛吹いていたら使用料かかるんじゃないかとか、それは かかりませんので、はいはい、大丈夫。それは大丈夫。安心してやっていい。例えばその森津さんが口笛バーみたいな感じで、連日口笛を吹くようなので、そこであの J-POP を吹くというのがあれば、ダメなんや、はい、それは払わないといけない。あ、そうか、はいはいはい、刑事が犯人で、あの母さんがってあれはどうなんですか、うん、あれは大丈夫。それテレビで流れるから、それはテレビで流れちゃうとアウトってことですよね。テレビで流れる場合は放送局さんがまた、うん、であるんですね、うん、警察署内で、判決するのは大丈夫ってことですね。そうですね。ああ、一対他で、うん、例えばあの、うん、プロさんがあの五反田の駅前でやったりして、はいはい、実際はいなかったですけど、うん、多くの方に向けて、はい、演奏しようとしていたんですから、はい、そのまあ、かかってくる可能性があるんですけど、え、これは投げ銭が入った時点でかかってくるのか、はい、普通に吹いてるだけでかかってくるのか。普通に吹いてるだけであればかからないです。あ、大丈夫、はい、おっしゃっていただいた営利、やっぱり投げ銭を得るためにやるのであればそれは。あ、じゃあ本来ストリートミュージシャンとかは払わないといけない。法律上の立て付けはそうなってますが、実際ジャスラックが本当にそれに一個一個やってるかっていうと、そこまでは今は、ああ、言ってくれれば俺らやりますよ。やりますよ。主義にしようよ。ジャスラックだっつって動くな、ジャスラックだ。ライブのあの、うん、エンディングトークで、はい、あの川谷絵音さんとなんかお話で、うん、はいはい、うん、ジャスラック本当に、うん、怖いらしいな。はい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 。そういう怖い印象あったと思うんですけれども、うんうん、このインタビューを経て、印象は変わりましたか。あ、怖い印象は拭えてないですよ。ここまで一応まだ何してくるかわからないのはありますけど、まあそのね、お二人は我々の味方なんだという、まあ、ユーモアの分かる二人だということは、承知しました、うん、はい、そうですね。ただ、エノンさんは、うん、本当にあのコント大丈夫ですかってミュージシャンが怖がってたんで、どうなんかなとは思いましたけどね、はい、うんうん、それどういう理由でその大丈夫ですか。いや、あのジャスラック扱うの本当に良くないと思いますよみたいなエノンさんは言い方してましたね、はい、まあ、エノンさんもジャスラックに守られてる身なので、あのそういう言い方をしたのかなと思いますけど。最後にあの、うん、業界最大の闇を業界最大の光にするために何かアドバイスをいただけないでしょうか。アドバイスさんに、もう本当に一番のあれはもうジャスラックを解体する。ほんまに闇やったんやけどね。全員がハッピー。ハッピーじゃないよ。守ってくれてんねん。まあ光、まあ、光にするのはこの動画を、ちゃんと流すということが
業界最大の光になる可能性はあるんじゃないですかね、うん、はい、そうだね、うん、あとは、そうですね、そういうお堅いスーツじゃなくて、うん、結構ラフな格好した方がいいかもしれないジャスラック T シャツ作りましょう動くなジャスラック T シャツグッズとして売ってもいいですけどでも本当は、実は可愛いピンバッジ、はい、ジャスラックのつけてあってんけど、最初それつけてたらバレちゃう、あー、なるほど、え、可愛い、そう、あ、あ、これはどんどん押してった方がいい。はい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 。おお。あら。あすごい。あ、これなんていうやつだ。ジャスラック。ジャスラック。こいつがね、だからそういった機能してくれたらまだポップですよね。このキックミックスで。ジャスラックだ。可愛い。絶対変だ。そんなもんないんだ。藤江玲奈ちゃんね、藤江ちゃんはでも今年の単独に見に来てくれた、あー来てくれた、久々に会いましたね、藤江ちゃん、それまでちょこちょこはなんか会ってたんですけど、うん、まあ会ってたんですかね、仕事ででしょ、はい、仕事で会ってたんでしょ、でも、まあ、仕事に決まってるやんし、ややこしいやめろお前すみません、加藤君、すみません、すみません、おはようございます、おはようございます、すみません、佐野選手、ゆかりまりたと申します、藤江玲奈です、よろしくお願いします、すみません。